はい、こんにちは、コンボピットです。こんにちは、こんばんは、R35 です。今回は、クラッシュバンディングカーニバルを実況していきたいと思います。R35 が言うには、お話モードを、全クリス。全クリス、プラス、200%。プラス、2人で。そう、2人でできるらしいんで、まあ、そこが、本当にできるんであれば、俺知らないよ。はい、ねそう、本当にできるんだな、はい、2人プレイで。できるとして、進めていきますよ。はい、じゃあまずは、お話モードを2人プレイでやるというのが今回のモード。200% なんていう数字は、限界だし、無理なと思うんで、まあ、できる限りのところまでやっていくっていう形でいいですか。はい。はい、なんだかんだで、いいだろう。主役エンドだよ、はい。本当は敵同士だけどな。本当は敵同士。でも、クラッシュ5では、クラッシュとコルテックス仲間になる。誰に立ち向かう？一体何度言ったらわかるのじゃ。お前ではわしに勝てない。やかましい。そんなざれ言もう聞き飽きたわ。私こそこの宇宙最強の存在。この宇宙を支配するのは悪なのだ。わしはもうこの長い争いにも疲れてきたわい。そろそろ決着をつけんとの。我々がこの宇宙に生まれて以来初めて意見があったな。決着の時だ。さあ、ウカウカが決着をつける時だって。我々が直接戦うことは大宇宙の定めが許さぬのじゃ。ならば仕方あるまい。例によって勝負といくか。私のしもべと貴様の手下とのな。仕方あるまい。あやつを呼ぶか。はい、出た。ああ、でもまあ、うかうかの手下ってことでいいんだけど、コルテックス。ああ、そうです。クラッシュ、コルテックス、良いか。とうとう善と悪との対決に決着をつけるときだ。最後まで戦い抜いた者が勝者となる。たとえ最後の戦いが味方同士であったとしてもだ。これはどう見たってわしの方が不利じゃないかい。もしお前さんの言っとるように誰が本当に優れているなら、そんなこすっからい間に合わせんでも。本当は敵なんだよな。こっちに二人ばかりよこさんか。よかろう、選ぶがよい。では始めるかの。だってさ、3の時もタイに敵だ、完全に敵だったよね。うん、リダルーとかは、あーカーニバル初登場。初登場。はい、ピットで行きたいと思います。アルサージュ、何2人でやるとなんかいい点があるのかな。2人でやると2人で協力できる。それだけ。どちらかがうまいとなんか楽しくできる。楽しく、はい、こんな感じ。楽しくできてる。勝てなきゃ意味ないんだ。勝てなきゃ意味ないけど、まずは優勝カップから。たまたまバリア優勝カップからですか。はい。てか順番はどうなの。順番はどれでもいいんだけど、どれでもいいんだけど、これを全部クリアしようにして、うん、パンパンプに行けと、はい、これ実況する気はなかったんですが、たまたまマシンをやって自分のゴールを守ろう。ポイントがゼロになって、はい、で2人で協力するってことは、2人で相手の何、はい、あいつ誰だっけ。リンゴダイル。リンゴダイルとコアラコングを任せばいいんでしょ。任せばいい。でもさ、味方同士で なっちゃうこともあるでしょ、うん、入っちゃうことも。あれコントローラー効かない。あ、こっちで、こう。上下だよ。OK。上下。OK。はい。てか、最初のコースだから簡単なコース。あれバッて押しても。四角だよ。あ、四角か。バッて効かない。とりあえずクリアすることです。うん、そうですね。下手です。ちょっと俺が上手いっていう予想でさ、お前は俺を仲間にしてるのかもしれないけど。そうですね。あ、仲間になっちゃった。
ほら、何やってんの。お前の方がうまいじゃん、むしろ。俺はうまい前提で考えなくて、考えなくて。ああ、これうまくないよ、うまいからない。でも簡単だわ。最初に最初に。俺に入れなきゃ。俺に入れなきゃ。そうだ、敵に入れなきゃだ。で、何点選手？三点。三点選手。二、一、イエー。さあまずさっさとクリアするぞ。こんなとこね。ちょいで。はい。おい。あーなんか仲間になるな。いいよ。下手だったらクリア絶対できないでしょ、うん、女の子。どうだ、ね、分かってる分かってる。うまくなれんの。あごめん仲間にね。うまくなれるいや、思えないのよ、今感じ。俺ですらね、俺が上手いと思ってるから。なんか、うん、俺は何でもできる男だと思ってる。できないからね。おい、負けんぞ。こんなとこで負けるわけにいかない。はい、おい仲間に入れちゃダメって言ったけど、ちゃんとそこは返さなきゃ。あ、俺負けそうに、今に、ね、もう2しかない。あーてか、お前それすらできないんじゃやばいだろ。あー、ダメ。あ、まあこれで勝てやね。勝てば。応援してくれよ。頑張れ、よし赤チームの勝ちだ。ちょっとさ、プラス2人でやるってことは1人が下手だったら絶対クリアできないから、ね、2人とも俺に入れてくんだよ。そう、2人プレイってあかんよ絶対。そうなの、絶対あかん。いや、だからさ、もう1人がものすごく上手ければいいよ。弱い。優勝カップは弱い。あ、そう。ライアンファーストになってくると相手強い。これこう言っててクリアまで持っていければすごいよね。ちゃんと返したのはあれしてよ。そう、今の2人でレベルアップする。ほら、遅いなあ、反射能力。あ、やばい。よし、今のはまあ、よし、あとはリンゴを2人で入れていけばいいだけだから。あ、ね。あ、ごめん。おい、二人がかりで耐えてるどうすんだよ。おい、やばいぞ、笑えないぞ。ちゃんと勝とう。よし、勝った。チームの勝ちだ。勝つのは木だ。よし、優勝カップこれゲット。でしょ？で、セーブしといた方がいい。まあ、そう、それはいいとして、ちょっと待ってよ。もうできんの？できるよ、ファースト。ダイヤだけど、今選択したの。今ダイヤ選択してたの。うん、はい。ダイヤチャレンジはルールが違う。ルールが違う。よく読んで。合計ポイントが強い。すごいハンデある。なるほど。そう言ってくればいい。ハンデがあるとか。すげえハンデがある。でも
まあ何回でも挑戦できるから、何回でも挑戦、うん、それがまあ、ね、唯一の救いだよ。あの時間はかからないじゃん、うん、やごめん、ね、まずさ、このゲームを上手くならないことにはどうしようもないよ、ね、バリアを使わずに勝とう。3、2、1、イエーイ。相手はバリアで。あ、そうか。なるほど。バリアできない。分かってる。でもまあこの方がまだできそう。できそうだ。うん、ね。そうだね。え、ただ3、また3点。3、いや。一発クリア。一発クリアでいい。うん、全然ノックじゃん。多分一発クリアで大丈夫。おいおいおい。痛すぎると絶対にクリアできない。絶対クリアできない。相手がみんな俺の方に弾やる。こんなん勝てるわ。おい何やってんの。すごいね。バリアの使わず。いや全然簡単な方だって。無視的だ。無視的だろ。全然難しいって言ってたろ。なじんでな。もう一度挑戦しよう。3、2、1、イエーイ。上達しないと意味ないからな。だから上達しないと意味ないんだろ。いや、わざとじゃないんだって。いや、わざとじゃないと関係ないだろ。お前が上手くなんないとどうにもなんないよ。お前がやろうって言ってるけど。ねえ、ちょっとって言わない。いやいや、そこの位置がやりづらい。この位置がやりづらいだけ。あーもう、いやひどいわ、ひどい。ちょっとお前ひどすぎる。ひどすぎてちょっと難しくないかこれさ。せめてなんかさ、粘れよ。俺はまあそこそこ9じゃん。そこそこやってるのにさ、お前がそうなっちゃったらどうにもならんな。担ぎって言われてる。ああやるの、これクリアすんできないよ、言っとくけどね。で、お前が下手だと長引いちゃうんだって。そうだ、3、2、1、イエーイ。どうやんだっけ、四角で、あの相手はこっち落とす。500トンに持って回っちゃダメだ。リンゴに渡さなきゃ。
あ、思い出した。うん、思い出した。やめ、やりやったな。よし。赤チームの勝ちじゃ。これはうまい。決まってない。3、2、1、イエーイ。じゃあもうこの辺はちょっとクリアしようぜ。もうお前の下手なやつだもん。サンダーを持ってるままでいい。持ってるままで俺が。え、そうなの？うん。なんで？あの相手がビームになる。近くに来たね。うん。はい。ああ、連打ができなかった。連打も下手だからね、お前。お前のが取って何ができるのか俺には分からないんだけど、まあ、強みがないぞ、そんなに。赤チームの勝ちじゃ。勝つのは私だ。あ、もう誰かに渡さなきゃいけないよ。コングに渡さなきゃいけない。よし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 。ああ、なんで落ちたの、お前。なんか仕掛けるゲーム。落ちるゲー、いや、そうじゃん。まずなんで落ちたの。なんか知らない。落ちる気味がなくて落ちるやつがいないだろう。やめ。赤チームの勝ちじゃ。探偵戦よし。ひどいな、お前のゲームのできなさはちょっと。ゲームのできなさ。ダイヤタッチャス。だからさっさとやんなきゃいけないんだから、上手い人だったらもう6つぐらいゲットしてるぞ、うん、制限時間内に試合に勝とう。イエーイ。やりやったな。四角ってそう簡単にできない。できないね。うん、ゲージが溜まってからじゃない。そう、そう、お前でかいんだから。やめ、氷が邪魔だ。逃げてからリリコム行けよ。リンゴ台。はいはいはい、早く。あー、制限時間内に勝った。ダメだ、強い強いね。どうにもなん、ちっちゃい。強い。どうにもなんの。3、2、1。じゃあライトに当てよう。あ、ライト。うん。はい。お、よしよしよし、ああ。あ、よし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 、リング、よっしゃ。ダイヤ。ああ。ゲット。3、2、1。イエーイ。入ってる、入ってる。やめ。ああ、雷に耐えながら行ってるから。ああ、やめ。3人でな。3、2、1。イエーイ。はい。
え？あ、よし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 。あとは逃げるだけ。あとは逃げるだけ。よっしゃ。よし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 。まあこういう感じでね。どういう感じだった？何が？あ、コトリホッピー合計ポイントのポイントをゲットするには紫色の箱を壊そう。それでホッピーのマス目を何個か集めて、何マスか集めてびっくり箱を取る。3、2、1、あ、そうですね。ああ、関係ないね。なんかさ、囲めばいいとかじゃないよね。うん、囲めばいい。違うね。ああ、切った。ゴミや。早く派手のどんなやつだ。お25。まあ簡単だね。とりあえず、まあまだいい。ちょっと大事です。ダイヤとやっぱりバーストは1回勝てばいいから、うん、でもその回 COM 強さは、誰っていうのかもよね。まあまだホッピンが、ね、ホッピンが一番今のところ勝ちだ。戦えてるな。はい、ガッチンはそう、あんまり戦えてない。今やったガッチンだ。さっきやったガッチンポーダのやつ、ポーダ。いやあ、でもいい試合。おギリギリ。ギリギリだろ、これだ。うわ、勝った。勝ったね。だから結構ギリギリ。さあ、これダイヤどうなるかね。ダイヤ、ね。どんなルールなんだろう。どんなルールなんだろう。
制限時間内チームポイントをゼロにし、自分のポイントをゼロにし、ハンデがあるぐらい、あんま感じ変わんない、ハンデがあるぐらい。よし、いける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 、あと5、頑張れ、よしよーし、一発クリア、いけんじゃねえか、ホッピンはいけんじゃねえか。ホッピンはわりかし俺らいけるんじゃねえかなって思えてきた、思えてきたね。よっしゃ、一発クリアだね、これも、さあ、どんなルールでしょう。キノコに気をつけ、触ったそうだった。あで、あで普通に勝てばいい。キノコでかいじゃん。わかりやすいところにあるよ。でも勝たなきゃいけないからね、プラス。あーガチだ。3、2、1、イエーイ。残念じゃな。え、何、あれ毒の機能か。3、2、1、イエーイ。じゃあ、それ使うな。いや、分かった、さあ川崎となれる。よし、よし、いいぞ、あとはどっちも、いっぱいあるぞ、上行け、今勝ってる、ドッキノコだけは触んなよ、あんま動かないように、動かないで、あんまり、危ない、動かないで、危ない、動くな、もうそっから、動くな、もう動かないでいい、そこ行って、6、5、危ね、3、2、1、勝った、よーし、勝つのはわしだ、勝ったね。一回クリアすりゃいいから楽だな。楽。